レオ花チャンネル、チャンネル登録よろしくね。皆さんこんにちは。レオ花チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回の動画はレオ花がいる我が家にとっては大失敗な模様替えをしてしまったという内容になっているんですが、今ご覧いただいているこの我が家のリビング、これがまさに大失敗をした模様替えの様子となっています。この家具たち、これを私が全部一人でエコラエコラ動かして、あーやっと終わったと思って、このソファーに座って一息ついた時に気づいてしまったんです。この配置なかなか自分では気に入っているんですけれども、皆さん何が問題だったか分かりますか？正解はこのソファーの位置なんです。大型犬を飼っている方なら分かると思うんですけれども、これレオンとハンナなら簡単にキッチンに登れてしまうんです。応急処置で家にあったハンドソープとか観葉植物とかを持ってきてここに並べて、キッチンには登れないようにしてみました。効果があるかどうか、とりあえず数日間は様子を見てみようと思いました。基本的にレオ花から目を離す時にはこのクレートに入れているので大丈夫だといいんですけどね。こちら模様替えをした翌朝のレオンとハンナの様子です。ひとまずガスコンロの前は全部ガラス張りにしてあるので、ここは安心です。レオンもハンナもキッチンに上がろうという発想はなくて、いつも通りソファーの上でのんびり過ごしてくれていました。こうやって動画編集の邪魔をしてくれるのもいつものハンナちゃんの様子です。ここからはお夕飯の支度の様子です。この通り不安的中、一瞬の隙にレオンくんがキッチンにベロ伸ばしてました。家族5人分のハンバーグの仕込み中です。ハンナちゃんはこうやって足元にずっといてくれることがほとんどです。食べ物にはそんなに興味はないみたいです。正面から怒られちゃったレオンはキッチン側に回ってきました。まだ懲りてませんね、レオンくんは。ハナちゃんはキッチンよりもママが好きなタイプです。レオンくんのおねだりタイムが始まりました。これだいたい毎日やってます。しばらくしてレオンの姿が見えないなと思ったらここにいました。いい加減諦めたかなって思ったんですけども、まだ狙ってましたね。そうは言ってもキッチンに飛び込んでくるわけでもなく、無理なことはしないので、これ以上のことは起きないなって確信しました。レオンくんのご飯の時間になったら呼ぶから。あった？もうちょっと待ってて。今私が言ったご飯という言葉につられて、レオンもハンナももうご飯スイッチが入って来ちゃいました。まだです。ちょっと待ってね。私はまだキッチンから手が離せなかったんですけれども、いいよ。そこにいた小学生の息子くんがレオンとハンナにご飯をあげてくれることになりました。この模様替え最初は大失敗って思ったんですけど、意外とレオンとハンナを近くに感じられてよかったかもしれないです。
しばらく家具の配置はこのままでいこうと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。